にちは、かずくです。今日は埼玉県にある田舎プロジェクトさんのワークショップにお邪魔しております。ここで稲刈りをしておにぎりまで作ってくれるということで、すごい遊び、朝早起きしてきたもんね。はい、早速行ってみましょう。はーい。あ、食べてる食べてる。あ、すごい、こんなに大量に持ってると。アンナどう？あれ、あ、行っちゃった。虫取り網持つの初めてだね。めっちゃでかい。お、すごいすごい。それです。います。人のかかしのお話を一つみんなに読みたいと思います。オリエンテーションなんですけど、この後、稲刈り行く前にですね、米米ワークショップというのをやります。でですね、ワークショップ終わったらみんなで稲刈り終わったらいよいよみんなで虫を取りに行きます。今日みんなに飼ってもらうのはこれです。稲穂です。これはお茶碗何杯分でしょう？ちょっとそれをね、イメージしにくいので炊いてみました。お茶碗1杯分のご飯です。じゃん。これとこれとこれはだいたい一緒です。3本一緒に植えたものがこうなります。もともとはお米3粒です。これ、じゃあこの1つの先にお米粒何粒ついてる？1本にお米何個ついてるんだろう。めっちゃ数えてるよ。41。すごいね。アナは 57？ ね、100ついてる人は大豊作です。だいたい平均が50から70ぐらい。じゃあまずお米よく見てみましょう。毛生えてる？あ、ほんとだ、緑色のもあるし、毛も生えてるし、違うなっていう。スカスカしてるな。あったわ、あった。これ本当だ、空っぽだ。スズメに食べられちゃったって。これ美味しいお米ってことじゃない？あ、お米取り出せるって。どれにする？あ、美味しそうだね。ふっくらして美味しそうなお米選んで。こっちが足でこっちが頭。あ、お洋服着てる赤ちゃんだって。お洋服を丁寧に脱いであげてください。めっちゃ真剣。あ、お、取れた？できた。お、できた。お、すごい綺麗なお米出てきたね。なんだ。はい、読める。なんだろう。牛乳パックじゃないよ。ごめんを取る機械です。これ。ごめんを取る機械です。まずこれ稲穂を中に入れちゃいます。入れて口を押さえて引っ張る。じゃあ皆さんにもお米を取る機械をお渡ししましょう。お米を取る機械にそっくりな牛乳パックで入れて、閉めて引っ張る。おお、すごい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 、綺麗に分かれてる。わおわお。遊ぼう、笑う、めちゃ家族。特別にお話が上手に聞ける人にはこれを一人一本ずつお渡しします。お渡ししてこういうふうにみんなで飼っていきます。さあ、ポイントをいくつかあります。まず稲が下に立ってます。この状態でほんと下ギリギリで鎌を引っ掛けたらシャッと引いちゃいます。で、引いたものを天日干しするためにこのようにクロスした状態で4から6束を1束として結んでいただきます。最後は肩にかけるっていうのが今日の稲刈りの流れになってきます。さあ、これで皆さん稲刈りいけますか？いけますか？じゃあちょっと1回でいける？うん、硬いよ。おー、取れたね。初稲穂。あ、すいません。お、この葉すごいじゃん。いっぱい取れたね。あ、ちょこんな乱雑に一回でギュッてやるんです。ギュッ。でも難しいね。すごい、この葉力持ちだね。上手上手。よし、できた。なんかギューってやんないと落ちてきちゃう。お、ここはなんかもう取る専門になっちゃって。お、干せそう。重っ。干せるかな？寒かった。おお、なんかコツ覚えてきたね。お、すごいすごいすごい。この葉も結構力持ちじゃん。すごいね。保育園児でもできるんだ。職人みたいに黙々とやるね。おお、大量大量。おお、ほてた。見て。うん？もうほとんど雨が全部取った。本当だ、すごい広い。山盛りになった。して。どれどれ。頑張ってたね。すごいなんかお仕事してるみたいだったよ。ほら見て、もうないです。あ、本当だ。あんな山盛りになってるとか。今度終わっちゃう。ほらあった見て。すごいこんなに。頑張ったね。うん。だ。あ、こっちがすごい。あらら。いっぱい。頑張ったんだね、みんなでね。このお米絶対美味しいでしょう。マジにやってきた。マジにやってきた。玄米おにぎりだって。あ、すごいね。熱い、炊きたて。はい、出来たての玄米おにぎり。じゃあ食べちゃう？せーの。いただきます。あっちー。出来たてだからね。ほら玄米だからちょっとね、おにぎりが茶色い。よく噛んで食べてね。だってお塩とか味付いてないから玄米そのもののお味です。味しない。だからお味噌汁もらったんだよ。アンナめっちゃなんか農作業の後みたいな感じになって。働いてたね、アンナよくね。どうですか？うん、粒々感があるね。甘い甘いね。すごいなんか玄米だから麦芽みっちりこう CM に出る感じで食べてる。甘い。使え。ああいいね。働いた後のお米美味しいね。おおすごい。あ、もう美味しさがついてるよ、ここに。イネカプロジェクトスタッフの隊長です。稲刈りシーズンはもう間もなく終了とします。来期4月以降にオーナープラン、2つのオーナープランを用意しました。1つは畑のオーナープランです。初心者でも講師付きでゼロから始められるものとなっています。こっちは年間オーナープランで米作りやら野菜の収穫やら、たまに蜂蜜の収穫もやっていきます。ぜひこちらのオーナープラン来年度来てください。ありがとうございました。はい、というわけで今日は田舎プロジェクトさんの稲刈りに参加してきました。いかがでした？楽しかった。楽しかったね。脱穀機のなんかオーナーみたいなやつ。あれちょっと何、お手伝い、お仕事がまだ終わらない。どれが一番楽しかった？あれブイーンってやるやつ。脱穀機のなんかね、オーナー、支配人みたいなやつ。稲刈りもね、手動でこんだけ広いからやっぱ最後にはね機械使うみたいだけど、でもこんなにいっぱい枯れました。どう？もう毎日でもやりたい。あ、本当に？じゃあ農業女子になれるね、あんなね。いろんなイベントがあるみたいなのでまたお邪魔させてもらいましょう。はい。農家で嫁さんがいない人はぜひアンナさんをもらってください。毎日やりたい。結婚するしかない。はい、お仕事終えました、この葉。お手伝いできた。あ、ちょっとおにぎりがついてかゆいね。おにぎりもいっぱい食べました。じゃあまたお邪魔しましょう。はい。はい、よろしくお願いします。だから高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。バイバイ。いや、ここかに刺された。虫もいっぱいいたね。みんなも遊びに来てね。じゃあスイーツをいただきに来ました。めっちゃ可愛い。またテントウムシだ。本当だ。テントウムシもいるね。うん。ママのために。ありがとうございます。玉が足りないっていうから持ってきました。美味しくておかわりした。すいません、いただきます。